はい、それでやっていこうと思います。まず俺は人の顔にメイクも初だから、まず何から、あ、下地だよね。あ、じゃあちゃんとあやの使ってるメイク道具も紹介していきます、ついでに。はい、じゃあまず下地からいきたいと思います。違う、これ全部開かないんだけど。何、さっきから全部開けた。そう、あ、そういうことか。どうする、化粧水とか塗る、ま、いや、そこからもうやってる。あ、そこやってる、うん、TGC とかでたまにメイクしてもらうんだよ、うん、それをまず思い出します、うん、そしたらまず化粧水でこうやってやるじゃん、うん、もうやる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 、やってほしい、うん、いやだいやだ、あれ気持ちくない、うん、でも俺からは嫌だってこと。嫌だ、わかりました。それ終わりました。なるべくあやの顔に触れないで。無理。で、乳液塗ります。で、その後から、ほんとわかんないな、これが。まずこちらアミューズの、うん、5番そこまで言わなくていいアミューズ使っていこうと思います。これ指2本だよね、入れるのなんでもいいだろでもね、ちょっとね、難しいのはあやは肌が綺麗すぎるから、どこまでをやればいいのかわかんない。まずこれで、ちょっと濡れてなさすぎない？気持ち、何、持ち方やだ、持ち方やだ。親指の一番硬いところで今やってます、こうやって。やだやだ、なんか骨感じてやだ親指の骨。どうする、首とかで、ここまで行く、いやだ、行かない、行かない、行かないね、やめて。はい、いいの？どう、いい感じでしょ。でもムラなくちゃんと白くして。あ、これ白くするやつだぞ、うん、ヒントもらっちゃいました。ここもちょっと、あ、ありがとうございます、伸ばしてもらって。で、ここもやって、鼻ちっちゃ鼻ちっちゃはい、オッケーです。はい、下地、まず下地完成、うん、次どうしようか、目からやりたい。待って、コンシーラーか。でもコンシーラーやんなくてもいいもんね。だから次はチークじゃなくて目からやっていこうと思います。顔がテカテカのイメージです、うん、なのでクリオのこの一番キラキラを目元の上に塗っていこうと思います。可愛くなってくれると嬉しいな。これ膨れのやってるよね、これ。これ目の上じゃないか、ここら辺ここら辺のやつ、これ目の上だよね、目つぶってください。あ、これ目の上だで、この余韻もやるんだよね。待って待って、ここまで余韻する人いる？ねえ、どこまであると思ってんの？純欲メイクね。ああ、そっか、純欲か。伸ばしすぎだろ、ここまで塗ってたよ。こめかみだよ、もうそれ。だからそんなのと薄めるから、もう。純欲ね。純平の純なんだよ。純平の好きにやらして。で、次、アイラインをもう先に目から完成させていこうと思います。こんな感じになりました。はい。で、次、カローマの、カロメか、カローメ、わかんない、わかんないやつやります。はい、目つぶって。どんなアイライン目指してんの？キリッとした目にしようかなと思ってる。あ、純欲だから、うん、キリッとしたイメージなの。ちょっと、あんなって感じで、ね、ふざけなしね。うんちょっとミスったかもバレエの発表会みたいになってんだけどでも、俺そっちのイメージ、バレエとかのメイクのイメージ、キリッと顔がやなるのが純欲だと思いで、はい思い出ほっぺたはオレンジのイメージなんで、こちらでやっていこうと思います。イメージイメージイメージ完全にイメージ。これはほんとちょっとで大丈夫です。待って、これマジで膨れのなんだけど。え、これでも膨れだってこと？ほとんどほとんどね膨れのに失礼だわ。で、あとは純欲メイクのね、口が想像できなくて。え、目元はどういうイメージなの？目元はキリッとして、うん、テカってる。で、オレンジ目。あ、鼻筋立てようか、ちょっと立てようかって影をつけるんだよね。それで鼻をちょっと濃く見せるというか、うん、あ、やっぱ鼻がちょっとコンプレックスだからね、うん、ちょっと小さいから鼻がもうほんとこんぐらいしかないんですよメイクでなんとかなってるんですが、こんぐらいです、鼻これぐらい、鼻マジで小さいです。失礼します。ここら辺、あ、やっべ、ちょっとこんな濃いのか。これどうやって消せばいいの、これ。ティッシュ、うん、ちょっと濃かったわ、すいません。ちょっとさっきの声のがちょっと抜けてないな、ちょっとミスったわ。鼻はどういう感じを？え、鼻はもう完全に鋭いよ。鋭く、うん、だから目元をきつくするイメージだから。うーん、全然いいよ。あ、今プライベートじゃなくて、うん、ガルアワとか TGC とかそういう時のメイクっぽい、どちらかというとこれで出るとか、ディオールのモデルとかそういう感じ。ちょっと薄いピンクで、これちらでいこうかしら。ピンク目のジバンシーでやりたいと思います。めっちゃ純欲でも想像通り、めっちゃこれ潤うじゃん、めっちゃ潤ってる。はい、と、
でもあや唇が俺と似てないよね。似てるんだろ。え、ね、似てるのか。唇似てるってよくコメントくるじゃん。え、でもさ薄くない？うん、あやの方が薄い。俺本当に唇太いのよ。マジで。てか全部でかい。なんか鼻も口も歯も。目もね。え、目は小さいけど。そうね、全部でかいんだよね。あ、でもまあ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 、でも鼻筋もうちょい行こうか。え、突き出すってこと？突き出す。じゃ鼻が立ってないわ。鼻が立ってないってこと？鼻立ってないよね、ちょっと今ね。もうちょいとんがらせたいってこと？そう、とんがらせるには横おかげ作るんだよね。でもここにヒアル入れたってことはここ膨らませたいのもんね。だからこっちか、どちらかというとこっちが濃いんだよね。ちょっともうこっちも思い切って濃くしちゃいます。合わせるしかないから。反対にして濃くしすぎちゃったから。薄くすればいいじゃん。なんでこういう方に合わせないといけないんだ。ほんと申し訳ないんだけど、これ合わせないため。合わせないためだし、合わせた結果テディの涙焼けみたいなえぐれてるかも。ちょっとテディの涙焼けみたいになっちゃってる。ちょっとテディの涙焼けみたいになっちゃいました。でも、ね、まあまあでも鼻当たった。キモすぎ、キモすぎた。でも鼻立ってるよね。立ちすぎた。膨れ、こんな立ってた。膨れが立ってたね。立ってたんだ。膨れが立ってた。じゃあそうかもしんない、うん、じゃあちょっと俺もうメイクはこれな感じかな。もうこれで付け足しても危ない方向いっちゃうから。これ以上はいけないんで。こちら中町あやの純欲風メイクです。こんにちは。こんにちは。まずポイントはこのアイラインですね。これアイラインはちょっと強めのライン。なんか目がキリッとし、目鼻をキリッとさせるっていうイメージがあったので、ちょっとアイラインで伸ばしてみて、目をこの釣り目っぽくしてみました、はい、で眉毛ももうちょっと濃く、鼻を立たせすぎたので、ね、あの眉毛が薄く見えちゃったので眉毛も濃くしてみました。で鼻はもう完全に、ね、ここ中心じゃん。メイクこの濃いのが中心じゃん。全部ここに合わせてメイクすんじゃん。じゃあここどうにかしろよ。ここミスっちゃったなら。この、ここですね。ここ、こちら。こちらの2つの方を鼻立たせようと思ったんですけど、ちょっとねー、これは失敗です。言っちゃってんじゃん、失敗って。で、ほっぺがこの、ちょっとオレンジにしてみました。はい。こちら。こちらオレンジで。あ、で、あ、そうだ。まぶたの上をキラキラさせたのは、純欲メイクって、俺のイメージ、やっぱ韓国系とか中国系のテカテカした顔、肌の白くてテカテカって感じで、あ、肌白いね、絶対。もっとちょっと黒いわ、鼻立たせすぎて。黒いか、涙焼きみたいになってるか。で、唇は潤い系のピンクでやってみました。こんな感じでーす。えっ、無事変ではない。嘘つけ。ちょっと待って、ほんと別に外出れるけどみたいな。これ好み、好み、好み。好みは分かれる。赤玉ってる人みたいじゃん。という感じです。まあ、好み分かれるかもね、このメイクは。で、一回メイク道具をしまおうと思います。はい、終了ですね。終了、メイクは終了。最後にちょっとテカリだけ抑えるかも。そうさ、TGC 前のさ、テカリ抑えるさ、メイクさんみたいな言い方やめて。 TGC の時は、正面がバッて当たるじゃん。だから、めっちゃテカってるように見えちゃうんだよね、うん、だから、できるだけ本番直前に汗とか拭くの、油とかを拭いてねえだろ。ファンデーションで抑えてるんだ。そうです、ファンデーションで抑えるんですよ。で、本当にいつも、まあこれ文句とかじゃないんだけど、俺だけ直しがないんだよね、いつも。俺いつも自分から言ってんの、すいません、リップ塗ってもらってもいいですかって。自分で言わないと誰も来ないから、俺には。で、あやとか直してて、で、男は直されないのかなって俺思ってたの、うん、そしたらそのイケメン系というか、うん、はめっちゃ直されてるの、うん、直前で髪型とかも、うん、でも俺全くここで OK だから、こうやって真正面で見られて OK これだけなの、ね、唇の皮むけまくってんのに。だから俺自分で、すいません、リップいいですか。あ、すいませんっていう、あるんだけど、もうちょいちょっと僕にもね、あのメイクとかちゃんとしっかり見てほしいという気持ちもありつつ。で、メイクはこんな、メイクはこんな感じでーす。おい、もう鼻立ってるわ、やっぱり。立ちすぎ、立ちすぎて怖いね。鼻立ってるよね。立ちすぎて、なんかさ、なんか DJ 社長みたいな話してない？ DJ 社長に失礼。もしかして、それもしかして社長に失礼なこと言った？でも確かに立たせすぎてニンニクっぽくなったかも。うん。で、ここ、あ、ちょっと
最後もらっていい？何？もう一回立たせていい？分かった分かった分かった、上だけしか立たせてないからだ。そう、あやがヒアル入れたじゃん、ここに。だからここは逆に立たせない方がいいのかなと思ってたんだけど、立たせないとおかしくなることになってるわ、それは。ここもんだ。あ、そう、あは超小さい鼻。ちょっと待って、ねえねえ、ふざけないで。ふざけてないでしょ、真剣にやって。やってんじゃん。どうしても右の方が怖いんだよね、合わせなきゃ。キモすぎだ、キモすぎだろ。もうここほくろみたいになっちゃってる、シミみたいに。ねえ、鼻腐ってる人みたい、鼻が腐り始めてる人みたい。そんな人見たことないね。鼻が腐り始めてる人見たことないから、こんな感じかわかんないけど、な、何鼻が腐り始めてる人って。はい、ということでメイクは完成です。